私がこの身に変えても守ってみせます。なんて民思いの王女様。まさかこいつ聖騎士。いやー怖い怖いよー。ギャーギャーうるせえガキ。この身に変えても守ってみせます。なんだかしら。エリザベスちゃん、約束しましたよね。私が一人ぼっちになったとしても。お姉ちゃん、エリザベスちゃん。あなたどこも怪我はない。うむ。だが現実は残酷じゃ。七つの大罪もわしの前では小葉っぱも同然や。作事のロッパ。おい！だからそれを狙って、よくもやってくれたな。そっちこそ。戦敵集合！くだらん。ちょっとルイ！俺のことはつまらん。見事とでも言うと思うかバカめ。さあどうする。お前は俺の大切なもんを傷つけた。5年前、あん時の俺は痛みが欲しかったんだ。でももう飽きたわ、お前の痛みは。貴様、まさか10年前のように王国の転覆を。そそるね。私も連れて行ってください。何言ってんだよ、そんな傷で。王国と人々を守るために戦い続けると。そんな体で言っても何もできない。そうですよね。聖騎士と渡り合うことも戦うこともできません。メリオダス様と皆さんと共に歩んでいこうと決めたんです。泣かないんだね。はい。本当にこの塔なのか。間違いないよ。ありがとな、エリザベス。いかがしますか、ゴルギウス様。さすがと言っておきましょう。それは呪言の玉。タイランドドラゴン10体をもってしても破壊不能の強力な隔離魔法衝撃。ボン。あ、団長。団長！団長！どういうこと。レディーゴー。団長との戦績は720戦中俺の361勝だよな。結界よ。バカな。これが七つの大罪の力だというのか。一旦撤退しろ。ちょっと！